どうもこんにちは、シマタドナ家族です。今回は、ずっと僕たちの課題であったあれを解決したいと思います。はい、まあ、ママはちょっとまだ知りません。これです。ででん、何これ。1658色っぽかあ、見ちゃった。何、あ、書いてた。車用ティッシュケース。イエス。あのね、いつもティッシュの置き場にちょっとずっと困ってて、うん、こう定位置ながない。ティッシュどこっていつも探す。そうで、いつも 2,3 箱積んどったのに、なんかいつも1箱しかなく、うん、どっか行ってなくなるっていうのが多々あったんで、はい、定位置を決めたいと思いまして、はい、こちらちょっと調べて Amazon で、はい、まあ、評価がすごい良かったんで、こちらにしてみました。はい、Amazon チョイスで1位と。開けていきます。うん、で、価格がなんか結構変動してて、うん、最初2000円とかで見とったのに、うん、4000円の時もあれば、それが2700円ぐらいで買えたのかな。3000円いくかいた。そう、すごい、なんかレザー風、レザー調のこう見るか。そういいね。どこにあんねん、なんか差し込む感じ。それはあのサンバイザーに取り付ける形になってる。そうか、多分そうじゃん。だからそのクローバーみたいなやつは見えない。うん、この前だけな、うん、黒やからかっこいいな。そうそう、黒でちょっと合わせてみました。ツンツンしてみます。はい、では早速、取り付けたいと思います。はい、中にやってまいりましたでちょっと今2人で考えとってんけど、どこにつけようかっていう、うん、まあ、とりあえずちょっと箱を入れてみてどんなもんか。はい、うん、マジックテープも頑丈で。マジックテープ褒める人多くそれ箱が丸々ポッと入るっていう、うん、ほんまだね、奥側も大きくなる。あ、いい感じ、うん、あ、そうっす、ちっちゃい頃、うん、あ、そういう経過を思っとったけど、うん、ちょうどです。で、ちゃんと挟む。ちょうどです。で、後ろセカンドバッグみたいなお金めっちゃ入ってるやつだあ、いいね、いいね。いつもね、僕はここに置いててで、ティッシュってカラフルやんか、うん、こう白黒統一してるのに、ここにさ、緑とか、うんうん、で、よくここに差し取ったんですよ、こう縦にな。あ、こうやってな。そうそうそう、ママが後ろで使い張ったらもうずっとあっこにあるとか結構あったんで、やっと固定できるっていう感じですかね。言われてる。一回さっきこっちつけてみる、うんうん、これもそんな強くない。な、結構な中古車とかでここにめっちゃ肩ついてるやつとかあるんです。へえ、私ちょっとそういう仕事しとった時に、うんうん、多分ハイエースはこれ普通の車にちょっと長いから、うんうん、あれなんやけど、このミラーに干渉するとかも結構あるね、これが。あ、また長いくせにハイエースちっちゃいね、これ。あ、確かに普通これぐらいあるから当たっちゃう。あ、そういうことな。でバイザーもこれぐらいから。へえ、鏡挟んでもいけるけど、そっちが使われへんくなるのか。これな、違う、そっち側に挟んでもいけるけど、え、使えるで。え、違う違う、それの裏のそれは使われなくなるね。あ、こうなるってことね、うんうん、あ、ほんまやな。こんならこっち側やな。でもこんなん運転中ずっとこんなん確かやんなここかな思っとったけど、やっぱちょっとつけてみて、とりあえず気になるよ、もうつける前で気になる、うん、おーおー、フィット。ちょっと置く、うん、バリ存在感でここから撮ってたらある飛び出てる感ある。ほんま鼻炎持ちなんで、うん、これでも全然いいねんけど、これはちょっとブサイクなんで、うん、話し合った結果多分ここやな、ママの助手席の、うん、つけてみる。つけてみる。助手席はつけています繋がってるってあ、そうやな、助手席はあのあれがないな、あの、うん、カード入れ、私全然大丈夫。目線大丈夫、うん、全然大丈夫。運転するあれもそこやったら全然大丈夫。ガラスより上に行くから、目線で言うとこう全く邪魔にならない。
ガラスが全部見えるから。黒いティッシュあったやつな。あ、箱な。あ、ここはちょっと見えんの気になるね。あ、なんかで埋めたり。いろんなティッシュの種類によって大きさあれやからじゃん。あ、でも黒の箱ティッシュとかあるやん。うん、あるな。それやったらまあそこまで緑の。あれは無理やな。花セレブは入れられへん。あ、普通の一般用のあれだけやな。いいね。全然。これでもあと運転してる時ビヨーンってならへんのかな、これ。あー、ちょっと浮いてるな。いちょっと重いからちゃう、やっぱり。あ、そういうことか、うん、この運転してる感じからの、うん、いけるいけるこうやって取らなあかんのかな思ったけど、うん、もう手伸ばしたら届くんだ。あ、ちょっとこうなったきれいに取れないってちょっとあれやけどこのこれが出ててもそこまで気になる、うん、いいですね。いいですか。はい、うん、で後ろもちょっとつけれそうなんで一回つけてみたいなと。でそれしてからちょっと運転してこの揺れ、うんうん、どんなもんかちょっと見たいなと思います。はい、で後ろやったら今までこれでなちょっとぶら下げたりしとってんけど、うんうん、息子が結構チャイルドシートから触るんで、うん、ここになこんな感じで。これは多分シートカバーなくてもあった。お、いいや、うんうん、いいな、いいやいや、めっちゃいい。端っこやったら、うん、助手席から持たれるし、ちょっと見えづらい位置にあるしみたいな。なんせやな、うん、でこのデッキカバーもつけてるんで別にここでもいけるっちゃいける。うんうんうん、あ、まあ、こういう差し込めれるとこがあれば。そうやな。だから車中泊の時とかも後ろでなんか使ったりもできそう。別に何にでも言うたらこれ止めれるからさ、うんうんうん、はい、ということでした、はい、あとはあれだな、揺れを見ていきたいと思います。はい、はい、それではちょっと動いていきたいと思います。はい、じゃあアングルはティッシュに変わりました。ちょっとこれ最初段の、はい、どう、こっちからは今全然気になってます。カメラのアングルは揺れるけど、あの手が、うん、それより体が揺れるって、うん、ハイエース独特。まあでも段すごい段じゃない限り、ちょっと、うんうん、スピード出たとしても、うんうんうん、そんな気になる。で運転してでもやっぱりそこはもう視界に入れへんから、うんうん、全然こう邪魔感はないな。うんうんうん、はい、実際走ってみて揺れというものもほんまそこまで全然なく、まあ段とかやったら多少ビヨーンってなってましたけど、スピード出したとかそういう揺れはなく、で運転中でも全然こう視界に入らないんで、ここが気にならない。はい、大丈夫、大丈夫、まあ、ただこれがぶら下がってるっていうその感じだけかな。でもそれよりもどこにあるかないっていう、僕らはそっちの方がちょっと強かったんで、やっと、はい、固定できたっていう感じですかね。やってきました。これからガンガンティッシュ使っていきたいと思いますので、だから後ろから僕にティッシュティッシュって言ってくれたら僕はそっからぴょんぴょん渡すんで、後ろはな、言うやんけティッシュティッシュって。まあ、そんな感じで、この詳細気になると思ったら概要欄一応貼っときますんで、ぜひチェックしてみてください。以上ですね。はい、はい、いつものいただいてよろしいですか。ちょっと変えたバージョンで、チャンネル登録、言葉を変えろ、言い方変えて直す。違うな、ベガさんや、ベガさんな。OK、はい、お願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお願いします。